こんにちは、ねんねママです。今回は赤ちゃんの寝つきが悪い要因ベスト10というテーマでお話をさせていただきます。赤ちゃんの寝つきが悪いというのは、例えば寝かしつけに時間がかかるということだったり、あとは夜中起きた時にすぐ眠りに戻れない、一回起きちゃうとウェーンって言って結構時間かかるみたいなことを指します。こういったことをね、寝寝トラブルというふうに総合して呼んでいるんですけれども、いずれのものも赤ちゃんがこうやって起きてしまうことがママやパパにとってストレスになってしまう、寝かせることがいちいち大変みたいな、そういったことの、要因として、じゃあ今回はこういったものが多いですよということをご紹介していくということになります。私が日々個別相談でたくさんお話を聞かせていただいているので、その中で多いものをランキングにしたということで、参考にしていただければなというふうに思います。じゃあ始めていきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでまず第10位はおもちゃで気が散るです。おもちゃが寝室にないですか？特にね、お布団の子の場合は寝室の中の、いろんな置いてあるもの、棚の中に置いてあるもの、例えば大人が使うものであっても子供にとってはおもちゃになってしまったりとかするかもしれないので、そういったものに手を出していないか、気が散っていないかということをチェックしてみてください。それからベッドでも、ベッドの中にいろいろおもちゃ、例えば絵本みたいなものとかを入れているっていうのはやっぱり良くなくて、いずれにしろそういったものは寝る空間にはふさわしくない。寝る空間はできるだけつまらなく、シンプルな空間にするということがおすすめです。いろんなおもちゃとかがあるとそれに気が散ってしまって、さあ寝てくださいというふうに言われても、なかなか赤ちゃんでもあれも気になるし、これも気になるし、なんかあれも可愛いなみたいな感じで触ってみたいなみたいな気持ちが生まれると気がそぞろになっちゃうんですよね。そうじゃなくて、何にもない、もうシンプルにな空間で、もう寝るしかないわ、何もないわ、つまんなみたいな感じの方が赤ちゃんはスッと寝れるので、そこを気をつけていただければなというふうに思います。あとはベッドメリーが結構あるんですけど、ベッドメリーもね、日中くるくる回ってるのは落ち着くのはいいと思うんですけど、寝るときはできれば外してあげる方が気が散らずに寝れるかなというふうに思います。はい、第9位、不安、怖いということです。寝る場所、例えばベビーベッドとかお布団とか、そういうところが、寝る場所、安心して寝られる場所として認識できていないということが、ありえます。そういったことで、なんかここに連れてこられるとママとかパパに置いていかれて、なんか怖い、よくわかんないし、誰も来てくれないし怖いみたいなところがあるかもしれないですし、そういった恐怖感みたいなことがベッドとか寝室に持ってしまうと、なかなか寝られないということがあります。それを払拭していくためには、日中にまず寝室に連れて行ってあげて、そこでこう一緒に遊んであげたりとかして、ここは全然怖くないところだよって教えてあげるとか、ベビーベッドの場合は、なんとかちゃんのスペースだね、すごいね、自分の場所じゃん、超いいねみたいな感じで、こう明るくポジティブに声かけしてあげることで、ママやパパの顔を見て、あ、なんかママとかパパがこんな風に嬉しそうにしてるから、私にとってはすごくいい場所なんだっていう風に、安心していい場所なんだって赤ちゃんは認識していけるようになるので、そういったポジティブな声かけをしてあげるとか、日中遊んであげるっていうことが有効です。それ以外にも、赤ちゃんが怖いとか不安に思う要因ってすごくたくさんあって、例えばママが怒ってるとかイライラしてるみたいな、寝かしつけなかなか寝てくれなくて、あーみたいになったりすると思うんですけど、そういうことがやっぱり伝わって不安な気持ちになっちゃうということもありますし、それから日中見たもの、お散歩してる時になんかこう大きい大型犬が歩いてて、それを見てちょっと怖い気持ちになっちゃったとか、テレビのニュースを見てなんかちょっと怖い現場を見てしまって気持ちが不安になってしまった、そういうことも、赤ちゃんの眠れない要因としてつながっていく精神的な部分もありますので、そういったこともスキンシップだとか声かけとかでケアしていってあげればいいかなというふうに思います。あと、不安にさせる要因としてもう一つだけあるのが、動作ランプですね。ベビーモニターとかで赤い光がツンってついてたりとかすると思うんですけど、そういうのも怖いと思っている可能性があります。塞いで問題ないものだったらぜひ塞いでいただきたいんですけれども、赤外線のランプとかでそれがないとっていうものであれば、できるだけ赤ちゃんから見えないような場所に置いてあげるというふうにしてあげるといいかなというふうに思います。8位、すぐ反応しすぎです。特にですね、これは真横に添い寝してる方に多いんですけど、ふーん
ブーンとかって言った瞬間にすぐ、何どうしたのって言って反応しちゃう、まあ、それで起こしちゃう。せっかくこれ寝言泣きってよく言うんですけど、せっかくね、寝寝してる体勢、脳は寝ていて、でもちょっとなんか夢見てなんか喋っちゃったっていう時にママに話しかけられたりとかすると、それで覚醒しちゃう、眠れなくなっちゃうっていうことにつながったりします。でこれはですね、個別相談の中でも結構事実としてあるケースで言うと、添い寝していた方を、ベビーベッドがお持ちだったので、じゃあそっちにしてくださいとかっていうふうにご案内すると、添い寝をやめてベビーベッドにしました、すると急によく眠るようになりましたみたいな方、これは結構います。それってやっぱりそのママがすぐ横にいるとすぐ反応しちゃうっていうのが、ちょっと距離を取ることによってすぐ反応しづらくなるっていうところも一つの要因、原因としてあるので、まあ、そういった意味ですぐ反応しないっていうところが大事かなというふうに思います。続いて7位です。7位は納得していないです。まだ遊びたいのにとか、今寝るつもりじゃなかったのに寝かされちゃったみたいな、この納得していないっていうことは、寝つきを悪くすることにもつながりますし、昼寝とかだったらこう短い時間ですぐ起きちゃうみたいなことにもつながります。結構疲れてるんでわーって泣きながらも寝るつもりじゃなかったのに、でもなんか疲れてるからなんか抱っこして寝かされちゃったって寝たするじゃないですか。そうするとふと気がついた時、寝かされてしまった、寝るつもりじゃなかったのにっていう風になっちゃうんですよね。でそれで起きちゃうってことにつながるんで、納得感を生む、納得感を作るっていうのが大事。僕、私は今から寝るんだって本人が思って寝ることっていうのがものすごく大事。こういう風に思って寝られると、ポンってベッドに置かれても、ああでも寝る時間だからな、スンって寝れるっていうことが起こります。じゃあその納得感どういう風に作っていくかというと、大事になってくるのがルーティーンです。でルーティーン、毎日同じことを繰り返すっていうことなんですけれども、まあ、寝る前の儀式みたいな、儀式っていうとなんかちょっと民族みたいですけど、寝る前に必ずこれをやるっていうので、例えば同じお歌を歌うとか、ちょっとこういうマッサージをしたら寝る合図みたいなことで、ちょっとそのこれが起きたら寝るんだなっていうルールをね、家の中で作っていってあげると、あ、じゃあこれをやったから、今ママがリビングでこの歌を歌い出したからこのあとねんねなんだなって本人が思えることによって納得感が生めるということになります。これはね、実験でも、週のうち7日のうちのルーティーンをやってる日数が多い子ほど睡眠トラブルが少ないというような、実験もの結果も出ていますので、ルーティーンすごく大事です。実践していただければな、ご家庭ごとに作っていただければなというふうに思います。続いて6位、うちの子にはできないという思い込みです。これはね、本当に身につまされる思いで、私もずっと思っていましたし、本当によくあるんですけれども、結構ねご相談してると、いやうちの子は無理です、だってそういうことできないもんみたいなことあるんです。私も自分の娘はショートスリーパーだって思い込んでたんですね。だからなかなか眠りを、昼寝をしない子、うちの子は昼寝しなくても大丈夫な子、なかなか寝ない子なんだっていうふうに思ってたんですけど、本当はずっと寝不足だったっていうことが後から分かったんですよね。でも私は思い込んでたっていうのがあって、結構これがあります。例えて言うと、ずっとこう離乳食でね、いやうちの子は食べさせてあげないと食べない子なんですって言ってたとするじゃないですか。でもそれってスプーン渡して自分で食べさせる機会を作ってあげないと、それは練習しないと食べれるようにならないですよねっていうことと同じことで、まあ、うちの子って私が横に寝ていてあげないと寝れないんですとかって思い込んでるんですけど、意外とそれママが別に例えば横になっていなくても座っているだけでも赤ちゃんは寝れたりとかしますし、それが私がいないとこの子は泣いちゃうんですって言っても、でもそれを練習させて覚えさせてあげる、まあ、スプーンで食べるのを練習するのと一緒です。練習させてあげることで一人で寝れるようになったりします。で講座の中ではそういったことを聞きながら、いやできますよって言って改善していくということをご提供しています。はい、続いて5位、暑いです。特にこの季節になってくるとあるんですけど、夏の季節はあるんですけど、暑いと
寝づらいんですよね。でこの暑いっていうのは大人が感じる暑いだったらもう赤ちゃんにとっては超暑すぎますし、あの大人にとって適温は赤ちゃんにとってちょっと暑いというふうに思っていただくといいかなって思います。大人よりも赤ちゃんたち体温が高くて、そして低月齢の子は特に体温調節の機能が未発達なので、汗をかいて体の温度を下げるみたいなことがまだうまくできなかったりします。そうすると体の中の温度がどんどん高まっていっちゃって、これ危ないです。すごく乳児突然死症候群の原因としても考えられるものでもあるので、体温が上がりすぎっていうのは危ないですし、あとは寝つきが悪くなる、やっぱ寝かしつけに時間がかかったり起きる要因になっちゃうということにも暑さというのは考えられるので、適温としては、20から22度が、室温の適温のおすすめとしてはご案内をしています。で夏の場合はそれでも外気と差がありすぎたり半袖半ズボンだったりとかすると思うので、もっと高くても24度とか25度とかでもいいんですけど、背中に手を入れて汗をかいてないかどうかとか湿ってないかどうかっていうのをチェックしてみてあげてください。それでちょっと湿ってるようだったら暑すぎるのかなと思って下げていただくのがいいかなというふうに思います。室温下げただけで寝つきが良くなりましたっていう事例もかなり聞きますので、試してみていただければなというふうに思います。続いて4位、寝返りです。寝返りに関してはですね、本当にこの習得し始めはかなり難しいです。これはやっぱりゴロゴロして戻れないっていう風になると、やっぱ戻してあげないと、親が介入して戻してあげないと、転がっちゃったよどうしてみたいなのがね、やっぱすごく起きる原因ではあります。寝返り習得したばかりの月齢の子に多いです。で寝返りだけじゃなくて、つかまり立ちを習得したとか、そういう何か新しいことを覚えたタイミングだと睡眠対抗っていうこともありますし、でそれ以外にもやっぱ練習したくなっちゃう、どうしてもこうなんか立ち上がりたくなっちゃうとか、やってみたくなっちゃうっていうのもあるので、それがこうちょっと寝つきを悪くしてしまうというような原因になったりすることもあります。で寝返りに関してはちょっと別の動画でもご解説しているので、そちらも見ていただければなというふうに思うんですけれども、新しいことを覚えて練習している時っていうのはできるだけ楽しくさせないように、それをね、ママが例えば立ち上がってるのを、はい寝て寝てって言ってこうやって倒してあげちゃうと、それが楽しくなって遊び始めちゃって、それがイエーイってなって遊んじゃうっていうのがあるので、最初に言ったみたいにつまらなく寝るときは楽しくさせないことが寝るモードを作っていくために大事なので、そういったできるだけ触ったりとかしないように、介入しないように見守るようにしていただければなというふうに思います。続いて第3位は明かり漏れです。これはこのチャンネルでもよくお話ししているんですけれども、例えば窓に遮光カーテンがついていない普通のカーテンだったりとか、あとは遮光カーテンなんだけど等級が低い、明かり漏れしているということがあります。この等級を比べた動画もまた別にあるんですけれども、1級遮光と3級遮光では全然遮光の仕方、見え方違います。でやっぱ明かりが漏れてると、例えば、幹線道路沿いに住まれてる方とかで街灯の明かり、夜で街灯の明かりが漏れてますみたいなことだと、夜の寝かしつけにも影響が出ますし、早朝起き、朝方起きてしまう、4時とかに起きてしまってもう寝れないです、そういう場合は外が明るくなってきていてもう寝れなくなってしまうということもありえますので、遮光すごく大事ですね。窓のカーテンというのはまず一番大事なので見直していただければなというふうに思います。でそれ以外にも、そのカーテンの上の隙間とか横の隙間から一筋光が漏れていることによって、それでもまた寝つきを悪くしてしまうという原因になったりとかもしますし、あと、見落としがちなのがドア側ですね。窓だけじゃなくてドアから廊下とかリビング、隣のリビングの光が漏れているみたいなことも、眠れない要因、寝つきが悪くなる要因に関わってくるので、隙間も埋める、これも別の動画でご紹介しています。そういったことも見直していただければなというふうに思います。続いて第2位は日中の睡眠不足です。これもね、よくこのチャンネルの話してるんですけど、長く起きすぎているとストレスホルモンが溜まって眠りづらくなってしまうんですね。で大体赤ちゃん月齢ごとにこのぐらい起きてられますっていう長さが決まっているので、それ目安にしていただきつつ、本人が眠そうか眠くなさそうか、もっと起きてられる子もいます。でも眠そうなタイミングになったらすぐ寝かしつけをしてあげるということがとても大事。これを見逃していて長く起きすぎてしまうと、せっかくもう眠いのに、でもストレスホルモンが邪魔をしてしまってうまく寝つけないということになっちゃいます。であとよくある勘違いが、
夜しっかり寝させるためには日中起こしといた方がいいんじゃないかっていう勘違いがよくあるんですけれども、これもさっき言ったことに連動してきて、長く起きすぎている寝不足であることによってストレスホルモンが眠りにつくことの邪魔、それから睡眠の質を悪くするということをしてしまうので、起きやすくなったり寝つきが悪くなったりということにつながります。だから昼もしっかり寝た方が夜も寝れる、これはすごく大事です。最後1位ですね。1位は寝かしつけの癖です。もうこれはね、ありとあらゆる癖が入っているんですけれども、まあ、圧倒的1位ですね。これがすごく多いです。例えば抱っこじゃないと寝れないというのは、抱っこで寝ることが癖になってしまっている、まあ、そういう風に寝かされることが、彼彼女にとって当たり前になってしまっているということが原因です。で、抱っこ以外にも例えばおっぱいじゃないと寝れない、おっぱいを飲みながら寝るのが癖になってしまっている、まあ、これの、改善の仕方ってまた別の方動画で出しているんですけれども、おっぱいじゃないと寝れないということだったり、あとは、さっきも言いましたけど、ママが隣に寝ていないと寝れないという癖、これもママが座るようにするだけでちょっと変わっていったりとか、あとは癖取りっていうのは、まあ練習が必要になってくるので、ママがそばにいないと寝れない子も少しずつ練習して、ママがいなくても寝れるようにするっていうようなセルフ年齢のマスターのさせ方というのもあります。それをいわゆる年トレというふうに呼んでいるんですけれども、年トレについても再生リストもありますし、こういう代表的なメソッドを紹介した動画というのもあるので、そちらもご参照いただければなというふうに思うんですが、寝かしつけの癖というのが一番容易になっていることは高いです。それを徐々に取っていってあげると、まあ、うまく寝られるようになる、寝つきが良くなるというふうに改善していくことが多いです。というわけで、ベスト10ご紹介させていただきました。まあ、これね、よくあるものというのでランキング形式を取らせていただいたんですけれども、あくまで1位だからといって全員に当てはまるということではなくって、要因は人それぞれなので、参考までに見ていただければなというふうに思います。参考になったらチャンネル登録やいいねよろしくお願いします。個別のご相談は動画概要欄のサイト URL からお願いします。その他 SNS も覗いてみてください。ご視聴ありがとうございました。